久保選手はこれからどうすればいいのかっていう考えはありますか？いやーもうね、よく思うんだけど、まあ、久保選手まず第一に多分ちょっと怪我とかがあってあんまりちょっと試合できるような感じじゃないみたいなこと坂上さん言ってたじゃないですか、今日の動画で、はい、だからとりあえずもう今やすぐにどうせやれるわけないわけですから柴田と。でもっとポジティブに考えちゃえばあれ公式記録にならないから。あ、そうなんですか。そう、そう、なったらおかしいでしょ本来ならば。じゃあエキシビション試合っていうことだったんだね。スペシャルルールだからね。あ、スペシャルルール、だからスペシャルルールで残っちゃうんだけど、まあ、スペシャルルールでだけどあれはプロの MMA ルールともう考えない方がいいっていうしかないんですよね。でじゃあ例えば僕が久保選手のマネージャーで久保選手が目指しているところがあるんだったら、じゃあ例えば彼が将来 UFC とか言うんだったら、例えばだよ、うん、そんなの全然大丈夫だって僕言いますよ。いくらでもマッチメーカーに説明できるから、気にしてもしょうがないって言いますよ。けどこれはねファイターのビジネス的な考えであって、けど久保選手アスリートだからさ、もうそういうことよりももうあれが気に食わないからとにかく負けを取り返したいんだと思うんだよね、気持ちとしては。ああ、柴田はまた柴田とまたやって、うん、けどそれそんなにメリットあるっていう考えもあると思うし。そうだね、あと柴田と戦うなら、うん、あと1年ぐらい待たないといけないかもしれないです。その1年の間に彼だったらじゃあもっと自分のファイターとしてこうステータスいいものに上げていくことができると思うから、うん、なんかどこを目指したいかですよね彼が。おお、はい、僕いつも選手には長期的にロングタームプランとショートタームプランね、短期ゴールを常に話し合うようにしてるんですけども、そういうふうに考えちゃうとやっぱりもう無視していいんじゃないのっていう感じになってきてますよね実は。